お呼びされた理由は分かりますか？最後の打席ですか？その通りです、はい。どんな気持ちで、まあ、打席に入ってというか、まあ、このままいくと最終打者になる可能性がある中で、あの時はどんな、いわゆるイニング間、まあ、ヘルメットかぶる時とか、次の打席、山田さん、なんかどんな話をされたり、どんな気持ちで打席に入ったのか、教えていただけますか。はい、打席に入る前っていうか、自分の前のバッターの、まあ、今村に、山田さんに回そうねって言って、声をかけて、自分はその打席に入る前に、山田さんにこうグータッチをしてくれて、絶対これ山田さんに回したいなっていう思いが、ああやってこう二塁打になったなっていうふうに思います。カメラを捉えていました。あの二塁打の二塁ベースに達した時の川村さんの顔を、その時は、それじゃないですか。まあ、でも 山田さんに回せたっていうのが一番、まあ、嬉しい、その気持ちが一番多くて、ちょっと涙が出ちゃいました。回したかった。はい、回したかったです。それはどういう気持ちからそうなりました？山田さんならまあ絶対打ってくれると、まあ、思ってたし、やっぱり今年で引退ってなっているので、ここで終わらせたくないっていう気持ちがあったので、はい、そういうふうに思いました。でも終わった後、誰よりも悔しそうでしたね。なんか、まあ、自分が移籍してきて、このチームで日本一狙えるなっていうチームで初めて思ったので、このチームで日本一を狙いたかった分、やっぱここで負けてしまって、まあ、悔しいっていう思いが一番大きかったです。でもどうでした、伝送に移籍してきて。やっぱり移籍組っていろいろ夢も希望もあるけど、不安もあったシーズンだったじゃないかと思います。あんなにカメラに向かってイエーってやってるけど、実はいろいろ思ってたんだろうな。まあ、やっぱ移籍するってなったら結果も求められるし、やっぱりこの4年間、今までの4年間っていうのはずっと結果を出せてなくて、本当にこの年が勝負だなっていうふうに思ってたので、負けてはしまったんですけど、まあ、個人的にこう結果も出すことができたし、なんだろうな、自分の中ですごいソフトボールが楽しいって思えた1年間だったなっていうふうに思います。で、私からちょっと最後の質問です。山田さんに教わった一番大きなことって何でした？大きなこと、はい、自分の中で重かったこと。自分はやっぱりでもバッティングをずっともうこの1年間教わってきたので、バッティングです。バッティング、はい。どんなところがバッティングの？ところ、自分はなんかもう去年とバッティングを全部変えて、山田さんに教わったことをこう全部やって、どうですかって聞いたりだとか、こうなってますよねって言って、こう毎回こうなってるよっていう風に言われて、まあ、そう言われた次の打席は必ず打てるっていうのがあったので、すごい本当にその山田さんの一声っていうのはすごい助けられてました。もし今日のあの打席もはグータッチしました。グータッチその前にで力をもらいました。なるほど、はい。なんか山田襟にのフォームだったのに、あのナショナルから帰ってきたら全然勝てたんで。まあ、その全日本に行った時もいろいろ教わって、こう、まあ、速いピッチャーに対応できるバッティングを しようって思ってたんですけど、まあ、リーグに入った時にちょっと結果が出なくて、やっぱり山田さんの打ち方に戻してこう結果も出るようになったので、良かったなというふうに思います。
そういう山田さんから得たものを、まあ、川村さんはまだまだ若いし夢も希望も多いと思いますが、はい、来シーズンに向けてどうつなげていきたいですか。まあ、やっぱり日本一っていう目標は、まあ、来年も変わらないと思うので、日本一になるためにやっぱ今日の悔しさっていうのはやっぱり忘れられないと思うので、今日の悔しさを来年にしっかりつなげていきたいなというふうに思います。わかりました。では最後の質問ですが、はい、あの入場曲はあのどうしてあれに選ばれたんですか。あいみょんが好きで、なんか可愛い曲が良くて、ハートにしました。なるほど、はい、なんか気合が入るような感じとまた違いますよねそうですね、なんか気合が入る曲もいいなと思ったんですけど、まああいう緩い感じもいいかなっていうふうに思ったのでそれにしました。はい、ソフトボールで大事な緩急ってところですねはい、そうです。はい、私からは以上です。ありがとうございます。すいません、ちょっと先に話して出たかもしれないんですけど、はい、最後の打席、あの二塁ベースで、ちょっとこう手を振ってる感じがしたんですが、はい、どんな気持ちだったんでしょうか。山田さんに回したいっていうその気持ちだけで打席に立ったので回せたっていう思いで、すごい感情を込み上げてきました。そうですね、ほっとしました。で、二塁ベースからその山田さんの打席を見てるとき、まあ、見てるときというか、まあ、あのご自身もその後のプレーがあると思うんですけれどもそこから見たとき、どんな思いで見てたんでしょうか。どんな思い、もう山田さんを信じていました。はい、川村選手にとって、今年代表入りもして、いろいろあった年だったかなと思いますけど、今年1年間を振り返っていただいていかがでしたか。今年移籍をして正直不安もあって、まあ、結果も求められる中で、こう去年とか今までは結構失敗をするとあーってなっちゃうタイプなんですけど、やっぱりそういうのってこうチームに伝染したりだとか次につながらないっていうふうにこうずっと思ってたので、今年はやっぱりなんだろうな、チームをこう笑顔にできるとか元気づけるような、まあ声かけだったり表情だったりっていうのはこの1年間意識してきたので、まあ日本一ではなれなかったんですけど、チームにこう元気を与えられたかなというふうには思ってます。ソフトボール人生まだまだこれからだと思うんですけど、まあ、今年は結構一つの転機だったんじゃないでしょうか。はい、そうですね、はい、これからますます飛躍される川村選手を楽しみにしたいと思います。はい、今年1年間の経験を踏まえて、まあ、来年にまだこれからだと思いますけど、ちょっとこんな風になりたいなとかいうような目標とかあったら教えていただけますか。やっぱりこの今年と変わらず結果っていうのはやっぱり毎年求めていくんですけど、こうやっぱり結果っていうのは波があるので、こう出なかった時に自分をやっぱどう変えていくかだったりだとか、こう引きずらない、まあ、コンスタントに常に結果が出せるような、まあ、選手になりたいっていうのは思いますし、やっぱそういう選手になるっていうのは、まあ、考え方だったりっていうのも大事だと思うので、こう去年じゃない今年はこう全日本にも行かせてもらったので、その経験も生かして頑張っていきたいと思います。シーズン終わってもまだ代表活動がありますもんね。選考会なんですか、はい、ぜひ頑張ってください。はいはい、最後にファンの方に向けてメッセージお願いします。はい、今年1年間応援ありがとうございました。勝った試合も負けた試合もこう試合が終わったらお疲れ様とかこうプラスの言葉をかけてくださることが多くて、やっぱりそういう応援っていうのはこう自分たちに元気を与えてくれる
こう言葉だと思うので、また来年も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、よろしいですか。はい、じゃあ、以上になります。はい、ありがとうございます。